終電を見送り最後のお客様対応をする駅員さん。お疲れ様です。いやそうなんですよ、一人酔っ払いいるんですよ。いやマジで嫌なんですけど。お疲れ様でした。お客様、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 あ、大丈夫ですか。今もう終電もないので、ちょっとあの改札の外、シャッターの外に出ていただかないと、ここシャッター閉めちゃうので、はい、あ、ちょっとこのままいてもらうというわけにはいかないので、いやもうあの多分バスもないので、まあ他の交通手段、まあタクシーとかになっちゃうと思いますけど、一応まあビジネスホテルもありますけど、まあ、満喫も一応あの外出てもらうとあるので、そこをちょっとご利用していただいて、始発ですか、始発が5時12分になりますね。はい、あ、いいですか、あ、ちょっと遅れますが、すいませんね。はい、あ、そうですね、ちょっとあのもうないので終電は、よし、ちょっとここ出ていただく形になりますね。はい、じゃあお願いします。はい、お気をつけて。はい、お願いします。あっ、とー、寝よ。最終列車発車前に改札で別れを惜しみ、イチャつくカップルをホームに促したい少しやんちゃな駅員さん。はい、まもなく最終列車発車いたします。ご利用のお客様お一人ください。あ、カメさん、カメさん、カメさん、いいですか、ちょっとちょっとあれ見てください、あの柱の、見えます、そう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 、いや、あれはやばいっすよね。はい、最終列車まもなく発車します、お急ぎください。何も聞いちゃいないっすよ、もう夢中っすね。はい、最終列車発車しますよ聞いてないっすね、ほっときましょう。あ、動いた。